皆さん、こんにちは。鈴木孝夫です。こんにちは、プロデューサーの佐久間です。今日はですね、メルボルンにいる高尾さんにですね、なんと全豪で予選からベスト4に勝ち上がったですね、ラン・カラツェフ選手についてお聞きしたいと思って、ズームをつないでおります。高尾さん、この選手、そもそもご存知でした？高尾さんご存知なのかなと思います。まあ、そうですね。去年の、年始めの方で結構チャレンジャーで勝ち出してて、結構ね、連続で勝ってたんですよ。基本もストローカーです。完全に、ストロークベースとする選手で、フォア、バックともに、なんですかね、ちょっとフラットドライブのような感じですかね。あまりこう、フォアの方がいいとか、バックの方がいいとかっていうことはないですね。はい。まあ、すごくこう、体つきからすると、なんかちょっと格闘家のような、そんな感じがするので、非常にパワフルなボールを打つ選手だなっていうのは、まあ、実際 ATP カップの時に、ロシアのチームでダブルスに出てきて、日本の選手たちが戦って、終わった後も高田さんなんかとも話してたんですけども、ちょっと彼のボール早いよねっていうような、それぐらいの感じでしたけどね、最初は。で、今回、勝っていったメンバーも、すごくて、3回戦からシュワルツマン、オジェアリアスチーム、そして準々決勝でディミトロフと、トップオブトップの選手たちに、勝っていったんですけど、いわゆる予選上がりだった、100番台の選手が、こういったトップに勝てた理由っていうのは、どこにあるんでしょうか？今回のその、オーセアップの時期がずれたっていうのもあり、選手それぞれがね、ちょっとこう、2週間の隔離があったりだとか、中には完全隔離がある選手もいたりなんかで、ちょっとこう、今までとは違うっていうところも絶対、何かしらの影響はあると思います。で、もちろんシュワルツマンとの試合もこう見ましたけど、なんかこう、シュワルツマンが、何こいつみたいな、そんな感じのこう表情だったり、こう雰囲気を出してたので、まさかこのまま行くのかなっていうのはちょっとその時感じましたし、逆にオジェアルシムとやった時は、オジェアルシムが2セットアップしたから、多分この快進撃もここまでなんだろうなと思って、練習かなんか行ってて、終わったら、内山選手が、カラツェフ勝ちましたよ。あそこかなみたいな。そんな感じで僕もびっくりして、完全にオジェアルシムが勝つと思ってたので、ディミトロフ戦はね、ちょっとディミトロフの途中からの怪我というかね、ちょっと背中のところがなんか釣ってたというか、なんか痙攣してたっていう情報もあって、途中から完全に動けなくなったので、ただそこまでやっぱりすごく我慢してたっていうのがいいですね。ファースト取られても、我慢強く戦って結構暑い日でしたので、多分セカンド取られるとね、ディミトロフとしてはすごく楽になるし、そういうところを我慢してなんとか、いわゆるもつれさせたっていうのがカルツェフが勝った要因じゃないですかね。ちょっと素人目に見て気になってしまうのが、今回その27歳でグランドスラム初出場っていう形で、ずっと今まで100番台の選手だったっていうところで、逆になんでこんなできるのに、今まで100番の壁を突破できなかったっていうところの、なんでしょう、急成長したっていう感じなのか、何か、なんでしょうね、プレイスタイルが、大きく変わったみたいなところなのか、もしくはちょっと、そもそも、よく100番台の選手もトップ10の選手もいい時のテニスは変わらないみたいなことを皆さんおっしゃいますけど、まさにその典型的な例なのかっていうと、ちょっとその辺をお聞きできればと思います。もともとの、そのなんていうかな、ボールを強く打つ能力っていうのは非常に、高かったと思いますね、今のテニスを見ると。で、やっぱりその体つきを見ても、すごくこう、なんていうかな、5セット向けの体を持っていると言いますか、こうずっと打ち続けられる、で、動き続けることができるっていうのも一つありますし、本当ね、こう、いつチャンスをつかむかっていうのは、なかなかその選手によっても結構変わるので、言っちゃ悪いけど、たまたまこの彼の、いいタイミングだったのがこのオーストラリアオープンであって、他の選手にとってはそれがマスターズかもしれないし、ATP500 かもしれないし、場合によってはチャレンジャーかもしれないしっていうところがあるので、そういう意味では、もともとの実力といいますか、そのいいテニスをしてたっていうのは、あったんだと思いますけどね。メンタル的なところもやっぱり大きいんですかね、何か。どうだろうね。彼にとっては、良かったのは多分予選を上がって、本戦に入れます。で、その前にちゃんと練習期間が設けられて、ATP カップでも、ダブルスですけども、試合に出ることができた。で、なおかつ、ロシアのチームは優勝したわけですから、いい緊張感も味わえただろうし、きっとね、ルブレフやエドベージェフの彼らと一緒に練習する機会もあったんでしょうから、そういうところでこう、いい調整がね、できたのも、こう、いい形で本戦に入れた一つの要因じゃないかなと思いますけどね。まあ、こう、気候なんかもね、彼にとっては。しかし、今年は確かに、今日なんかも30度ぐらいあるんで、暑いことは暑いんですけども、例えばもう30後半がね、何日も続くとか、そういうことがなくて、結構、なんていうかな、涼しいなって感じる、日差しは強いけども、涼しいなと感じる日がすごく多いので、そういうところも彼のね、もしかしたら体力的な部分であったり、やはりこう、気温がそこまで上がらないと、ボールの弾み方っていうのもそこまで高く弾むわけじゃないので、そういうようなものも、あとは唯一、なんかこう、彼にとって一番いいのかなと思ったのは、多分サーフェスが、
今までよりもちょっと早いサーフェスなのが、オーセアンオープンのこの、今年からちょっと感じた特徴なので、気温がそんなに高くなくて、なおかつサーフェスがちょっと早いってなると、彼のそのショットの威力というものも、すごくこう生きてるのかなと思いますね。去年からグリーンセットに変わったんそうでですす。よね。はい。ただ、今年は去年より全然早いですね。みんな言ってます。ああ、そうですか、そうですか。去年がすごく、まあ、遅いったら変ですけど、多分塗り替えられて、そんなに時間が経ってない。ただ、今年に関しては結構もう使い、まあ、古しだったら変ですけども、こう塗り替えてすぐっていう感じではないですね。勝てなくはないと思いますけどね。もちろんそれは実績であったり、これまでのランキング数字を見たらもう絶対それはジョコビッチが、勝ちますねっていうのが大半だと思うんですけど、まあ、ジョコビッチがちょっとね、怪我の具合がどれくらいなのかっていうのもありますし、まあ、昨日の試合なんかも見ても決して万全ではないなっていうところで、うまくカルセフが隙をね、そういう部分をついて、ジョコビッチにはそれほど情報量っていうのはないと思いますので、もう最初の方でしっかり畳みかけたり、その気持ちよくプレーができる。で、今度は観客がね、また戻る可能性がありますので、そのあたりがね、両者にとってどういうふうな、舞台になるのかっていうのも、ちょっと興味深いところですけどね。個人的というか、やっぱりこう、新しい選手に優勝してほしいなって思うんであれば、僕はやっぱチチパスに、ちょっとこう、なんですかね、肩入れじゃないですけど、ちょっと頑張ってほしいなっていうのもありますね。選手たちがね、この後もまたツアーに行って、たりするし、結構、なんだろう、このツアーで、なんか書類だとかね、なんとかね、結構大変で、なんか、なんだろう、女子選手たちもね、検査受けて、その後、ただ国変わらないのに、アデレードに行くだけなのに結構大変みたいな。なんか最近のこのコロナあるあるですね、なんかもう、この書類になんか全部ほとんどが携帯で端末でやるんですけど、もうそれにちょっと疲れてる、今。うまくいった、うまくいかないみたいな。まあ、選手たちはもっとね、それ大変ですけど、僕らもいろいろやんなきゃいけないんで、もうなんか、どこの書類の何にどうしたみたいな。やったこれみたいな。あれそれだっけみたいな。ここどうすんのみたいな。なんかそんな全部英語なんで、ちょっとこう、なんですかね、パニックじゃないですけど、そんなになってますね、今ね。そうですよね。まあ、ちょっと日常会話だとか、そのツアはい。ーで、まあ、挨回っ拶て程く度でれるね。ね。まあ、いわゆる、まあ、ただその英語、まあ、会話は全然まあ、やられ話題はてなないい。ですからね。ですけど、やっぱ、こういうその申請の書類とかってなると、そもそも日本語でも結構なんか、これそうでどす。う書けばいいのみたいなの結構ありますからね。女子の選手はこの後アデレード来週あるので、メルボルンからアデレードに移動する飛行機。まあ、大概の選手が飛行機だと思うんですけど、飛行機で移動します。で、それはチャーター便じゃないので、もしその機内の中から陽性者が出た場合は、もうその機内にいる人、また2週間隔離なんですって。ならもうそういうなんかね、移動するリスクもそうですし、僕らはこの後シンガポールに行きますけど、シンガポールにも行って陽性になったら、なんか何日間は完全に出られないとか、約1ヶ月僕メルボールにいましたけど、選手たちね、結構やっぱしんどそうですね。もうこの、やっぱこう早めに来て、で、なおかつやっぱりコーチかトレーナーとずっと一緒なので、やっぱ家族ともかなりね、長い時間離れてるし、まあ、中にはね、恋人とも別々になってる、時間を離れてるっていう人も結構いるから、そういうところでのこのなんか心の、なんですかね、安らぎじゃないですけど、いくらこう、ズームだ、ね、ネットだって言って、今は簡単にね、こう喋れたり、簡単に勝ったよ、負けたよ、なんていうね、ライブスコアもあるし、映像もすぐ見れますけど、まあ、選手は決してね、楽な感じでプレイしてるとは思えないですね。では、高尾さん、大変なツアーかと思いますが、引き続きお気をつけて。ぜひ、いいね、勝ち星を得られるように、しっかりサポートして頑張っていきたいと思います。いってらっしゃい。